香港チャンネル。先週、はい、フライデーにですね、はい、吉本興業の大崎会長がですね、インタビューを受けて、西野さんと宮迫さんについていろいろ語られてたんですけども、ああ大したもんやん、会長に語られんねんで、そんなもん、ね、ほんまに大したもんやん、すごいな。っていうか、その前に最初に言うけど、あの俺顔赤い、俺いつも、そうなんですよ、ね、いつも言われんの、はい、あのこれメイク取ったりしたら俺皮膚弱いから、お酒飲んでませんから、そういうことで、その、はい、大崎さんがその記事をですね、うん、ちょっと待ってくださいね、週刊誌みたいになったね、このチャンネルこれもあの芸能チャンネル、芸能チャンネルやね。西野さんの退所のいきさつについて伺いに来ましたと。ああ、はい、記者さんが、はいはい、退所発表の直前かな、西野君から辞めることになりましたってメールが来た。ああ言うてたね、はい、西野もね、はい、でサロン以外の舞台や漫才やテレビなんかは、うん、今後も吉本にお世話になりたいんですって長文でわーって何回かやり取りをして、最後にとりあえず飲みに連れて行ってくださいって来たんで、ちょっと間を落ち着いたら行こうかと僕が返して、はい、終わったわと。ああでも長文でわーって来て、舞台とか吉本出て、はい、お世話になりたいですっていうのをメールで送ったと。まあこのチャンネルもね、あのアンチ香港が見てる方多いやん、はい、これ、はい、ね、アンチ香港ね、あなた先導してるって言われてそうです。でもな、俺な、はい、西野君って言い、まあ、言いますけども、西野君はあれ一回サラリーマンとか社会出て働いたことあんのかな、はい、もうそのまま高校卒業して吉本じゃないですか。 俺は一回高校卒業して就職しましたけどね、はい、何屋さんですか、何屋さんですかって何屋ってそ の, あのなんかな、何関係、そうそう、そう聞いてくれあ自動車関係の、で部品を作って工場とか、ほんでジムとか、あのその何、管理とかの部署にも行きましたけど、はい、管理はもう無理やなと、電話も取らなあかん、あとはもう気使うわとか思って、やっぱり物作ってる方がええわって言ってもっぺん戻ったけどもでもそこの会社を辞めて、これだけはうまいことまたやらしてくれとは言われへんわな、まあ、そうですね、だ僕も前言いましたけど、その会社辞めたのにまた来てデスクだけ使わせてくれっていう、そうそう、極端に考えたらね、あの要はあれやん、独立するからって言ってお客さんをねそのまま引っ張っていくって、はいはい、まあそれはね違法じゃないけども、うんうん、それもなんかその世界で生きていくんやったら、その義理とか、うんうん、ああそういうのはやっぱりちゃんと重んじた方がええと思うねんけども、はい、それを送れるっていうのはすごいよ ね、 ね、いかにその離れもう辞めるっていうことの、うん、ことが分かってないっていう、はいはい、まあ、こんなん言うたらまだわーってお前みたいな、周回遅れの芸人があって何を周回遅れの、いやいや俺の方がウケんねんけどな舞台とか思いながら申し訳ないけど、はい、それについてですね、大崎さんはですね、はい、内心はそうはいけへんちゃうかなって思ったけどまあまた話しようと送ったと。ああで、まあ、聞いた話やと西野君は吉本について言いたい放題やったから、うん、まあ、マネージャー個人のこともあるし、吉本という会社に対しても役立たずみたいな考え方やったからというような感じ、はい、なるほど、大崎さんらしい、まあ、私もあの、ね、若手の時お世話になって、最近はねとんと会ってませんけども、まあ、年賀状のやり取りとぐらいで、でもうちの嫁やんとかも知ってますけども、その大崎さんってことがやんのは早いのよね、うん、ほんで決してそういうふうにその突き放すっていうことはせえへん人で、だからその時はまた落ち着いたら飲みに行こうかなって、うん、でも本音はその、はいはい、もう都合変ちゃうかって、はいはいはい、そこの核はすごい持ってはる人やと思うんで、はい、だから一回ね、はい、僕らねドッキリでね、その大崎さんとダウンタウンさんが独立すると、はいはい、あごっでありましたね、あれあれむちゃくちゃ今でも覚えてます、大崎さんとダウンタウンさんが事務所を作ると、はいはい、飛び出すから、はい、で俺と板尾と今田と、東野さん、東野、はい、でお前どこ行くと、はいはい、どっちに行くと、どっちに行くと、ほんで
あの時な、そんなもんな、あれ人間関係おかしなるよなとか思うの、はいはいはい、うん、で今田はあの大関さん、ダウンタウンさんについていきますと、だけど俺はいや入って知り合ったけども、吉本に吉本の所属として俺は芸人になったから、はいはい、っていうので俺と板尾は吉本に残るって言うたと思うね、はい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 、はっきり、うん、言うたと言うてほんでわあもうこれで終わりやと思うって、でもあまあ一緒に仕事することのないタモと別れたってな、あの先輩後輩とかお世話になった人やけども仕方がないで腹くくったで、腹くくるドッキリってどうおかしいやろ、いやそれもう究極のドッキリですよね、ほんでバーってドッキリやったってなったら、お前ら何やねんってなるやんわしについてけえのかそうそうそう、でカメラ回ってそうなんかって言ってほんでカメラ終わったら俺らほんまにうわーとか思っとったけど、終わったらもう全然一緒で、はい、ああおもろかったおもろかったって、はいはい、でもそういうあの道やと、うん、それはそれであの尊重するみたいなこともあったし、うん、だから そういうことやと思う、はいはい、腹くくドッキリでさえ腹くくんねんで、うんうん、そんな、うん、ほんでその大崎さんがっていうのはやっぱりサラリーマンの会社のトップの人やから、はい、そら部下のこと思うやん、うんうん、それでもね、あの言ってらっしゃるんですよ、うん、まあ西野さんがあの LINE をさらして実名を SNS に上げてたと、はい、それに対して、社員の士気や熱意は急速にしぼんでいったと思うと、はい、で僕が一番心配してるのは社員の心のケア、はい、でまあ、現場マネージャーが西野君を辞めさせてしまったことに責任を感じてるかも分かれへんし、うん、まあ、だから近々西野君のチーフマネージャーから僕が直接事情を聞く予定ですと、うん、あ俺は俺で、いろんなね、その直接その子じゃないねんけども、東野のチーフマネージャーとかに話を聞いたら、はい、俺が言うたこと、まあ、こと細かいことやけど、はい、俺が言うたこと手に取るよりなんで本郷さんわかるんですかって言われた、うん、だいたいわかるよってそんなもん俺もあの芸人やでって、はい、芸人の言い分と、うん、で会社 あのマネージャーのって、うん、でただマネージャーがすぐ動けへんとかいう苛立ちとか変わるっていうのは俺らもある、うん、それは西野の言い分もあるけども、はい、でもああいう LINE とかをさらけ出すっていうのはまた違うし、うん、ほんだその社員もマネージャーの子もすぐあの向こうに丸投げせんと一文でもつけて早急に、対処しますとか言うて、はいはい、あの今は先方にも連絡取れませんのでって、うん、朝一で確認します、そう、うん、そんなんでもかけてなっていう俺が指導したのかって言ってだからそれあるかないかで、はい、あの芸人との信頼関係、うん、芸人にごまするわけでもないけども、うん、やっぱり人と人の関係性ってそこで生まれるやん、うん、だからそういうことでそれをね一方的にバッてやられたら、うん、ほんだらそのマネージャーの子が、うん、あのねずぶとない神経やったらほんまにやめてまうっていうし、はい、いう生活もあるやんな、うん、そうです。で俺だって人の子の親やからその子最近であのほんまに人に対することをあこの子にも親おんねんとか、うんでこの人にも子供おんねんと思ったら言葉選ぶで、あーまあそうですね、まあ、そんなことが俺そのインテリビジネスの方々頭ええ人らっていうのはそこどうなんかなとか思うけどね、うん、本当に一括りして申し訳ないけど今喋ってるのはでもそういうことをやっぱりトップに立つ方とそういうふうにしたけどあれやろ西野もトップやろその会社のああ株式会社西野という会社の、そうそうそう、はい、なんならそういうこと分からんのかなと思うんだけどね、うんうん、心のケアっていう部分で、うんうん、まあただそれでそのねあのまあそこのノリがまたご飯連れて行ってください、はい、だからそれはまた別や、うん、あのその内容に関してのその次の最後を締めくくる言葉ではない、はい、そうですね、まあ、あのまだあのご指導お願いしますとか言ったら分かるけども、はいはいはい、うん
飲みに連れてきてくださいっていうので、ね、もうそれで辞めたから、まあ言うたらもう取引先みたいな関係になってるわけじゃないですか。そう、逆に接待せなあかんかも。なるほど。じゃけどそんなん言うたらまた煽ってるって言われるんでしょ。言われてもいいですよ、もう。なるほどね、はい、ほんで、あ、そうですね、その記事がフライデーに載って、はい、それともう一つあるんですけど、はい、後編ということで一回。ああ、後編というか分けるな。見出しは何？宮迫も吉本戻ってこんで。あ、それは誰が言う？大崎さんが言ってます。ああ、なるほどな。大崎さんって、あの、言うときはバシー言うからね。俺も昔言われましたから。後編は明日、はい、明日。